立憲がね、やるふりだけなんですよ。それで廃案になるんですかって言われちゃって、だって廃案にするっつってたやんみたいな。自民党もいっぱい応援呼んできてんだから、野党もいっぱい応援呼べばいいんですよ、衆参関わらず。だって秘書まで入ってきてるんですから、自民党なんて。それ考えた時になるほどなって、まあこれぐらいでいいかっていうもんがあるんだな、この世界にはって。まあもちろんね、それが分かってたから旗揚げしなきゃいけないと思ったんですよ。もう政治から身を引くか、それとももう一回抗うために旗を上げてややこしい人を増やすかっていう選択しかなかったんですけど、参議院のやつなんてもうひどかったですよね、2015年の時。本当にもう肉弾戦とあのことだということで、もう思いっきりパンチ食らってましたもんね。入管法の強行採決の時、太郎さん一生懸命、頑張ってましたけども、なんか3種類のぐらい映像を見ると、なんかかなりボコボコにされてたようですけども、体大丈夫ですか？ありがとうございます。入管法の改正、難民ですね。難民って何かって言ったら、迫害された人たち、命からがら逃げてきて、難民として認められなかったら強制送還されるみたいなことになったら、母国に帰ったら間違いなく死ぬっていう人たちもいるわけですよ。でその中には本物の難民もいるでしょ。日本側はほとんどいないっていう見解なんですよ。そんなはずないじゃないですか。だって日本で認定されなかった人も海外で認定されたりしてる人たちがいるわけだから、ある意味で最後の蜘蛛の糸っていうものを大胆に断ち切ろうとしてるわけですね。この入管法の改正というものが行われたときに、さまざま国会の中で発言されてきた方々の中で死刑執行のボタンが押されることになってしまうというような言葉もあった通りなんですよ。なんとしても廃案にって言うんですけど、それ反対してる人たちは、なんとしても廃案って言うんだったら、やっぱり私一人でやれること限られてますから、だから委員長席目指すしかないんですよ。で委員長が採決を取るっていう抗議を何とか止めなきゃいけないわけだから。他の政党の方々いらっしゃいますよ、まあ、共産党はそういうような揉め事っていうところには、やらないと、言論でやっていきますってことをもう最初から言ってるから、これはまあ逆に言ったら清々しいぐらいなんですけど、立憲がねやるふりだけなんですよ。最後委員長席だけには詰め寄るっていうんです。それ何の意味あんの？それ記念写真やんって、抵抗してますっていうための記念写真なんですよ。見てみたら、なんかこうそこそこ自分が目立ちたい人とかはなんかいいポジションとかに入ってってんですよね。なーにあいつみたいな。そんなことはどうでもいいからお前も協力しろよって、こっちで捕まってる間にそっちから行けよみたいな話なんですけどね、こっちからしたら。私がこうやってダイブするということにおいて打撲したという方々がいらっしゃったらしいんですね。それで私懲罰ってことになってる、懲罰を食らうってことになってるんです。もちろんね、もしも本当に打撲してたとするならば、それはもうお詫びするしかないですね、ごめんなさいって。当然ですね、それは。で、故意ではないと、そういうつもりはなかったんだと。逆に言えば、この法案が通ってしまったら、打撲どころか、命を失うという危険性がある人たちが、これ、生み出されてしまうんですね。そう考えたら、体張るしかなかったんですよ。この現場に私が到達するまでの間に、もうおそらく山本がちらちら端っこの方で見えてるんで、この自民党がいろんな布陣を作るわけですよ。衆議院からも応援が来てね、参議院からも。でもいろんなフォーメーションで、で山本が出てきた時には山本フォーメーションにもなるわけですよ、その一部は。だから山本対10人ぐらいになるんです。1対10の中でやっぱりここまでやるのも大変だったっていうところはあるんですけどね。いやいや違いますよ、違います違います。それを評価してくれってことを言いたいわけじゃないんですよ。本当にやむにやまれぬという思いでやった。でこれが止められなかったっていうのは本当に不甲斐ないという思いでいっぱいでしかないんですよ。逆に言ったら先進国としての責任を果たしますと、難民条約私たち批准していますから、当然しっかりと貢献していきますっていう嘘の仮面外せよってことなんですよ。この国がやってることは難民条約脱退しなきゃいけないレベルだと私思ってるんですね。申し訳ないと、あんたらとは価値観違うんだと、そんな恥ずかしいことを先進国として脱退しますっていうことまで世界に向かって言わなきゃ被害者増えるだけですよ。日本だったら何とかなるんじゃないかと思って来ている人たちが強制送還されちゃうんだもん。当然1対10ですから、何かしらかのタイミングで殴ってやろうってことで殴られたりとかいうことはないですけれども、まあもうなんかおそらくお互いに状態としてはこうテンション上がってて興奮状態ってことですから、意識的にはないんですけれども、止めるために向こうも最大限力は使ってきますし、
この法案だけじゃないんですよ。マイナンバーの話したけれども、マイナンバーというものを結局体張らずに通すってことをもう合意して採決まで決めて、でこっちで戦うこと決めたんだろって。だったらこれを皮切りに、この先あるさまざまな悪法、まだあるんですよ。皆さんの負担が上がっていくようなやつもあるんですよ。残ってるんですよ。じゃあこっから国会終わるまでは本気で戦えよって話なんですね。体張って止めるっていうことを野党がやらない限りは悪法は全部成立するんですよ。戦ってるふりだけで通るということをもう認めちゃってるんですね。やれることは少ないって、あれだけ熱意を持って止めましょうって、廃案しかないですって言ってた人に委員長室前でね、今日は何かプランあるんですかって私聞いたんですよ。ちょっと朝9時半ぐらい、10時から委員会が始まるから、その前に立憲の人たちがいたから、そしたら、採決になる前に委員長に詰め寄ると、それだけだと、そこでは採決しないでくれってことを言うだけですっていう話になって、そうは言ったって、上から言われてるからね、やっぱり立場がみんなあると思うんですよ、会社だから。社員としての立場、社長の命令とか分かんないですよ、上司の命令に逆らえないという立場があるけど、ひょっとして心の中に何かこうやってやろうって思うことがあるかなと思って、今この中で一番コスパが高くやれることってこの4人でやれることがあるんですって話したんです。それ何かしたら、委員会始まる前に理事会で打ち合わせがあるんですけど、その理事会室から理事会が終わった後に移動するんですよ、委員会室に。まあもう本当に廊下一つ挟んだ狭いところを渡るだけなんですけど、そこで要は4人でせき止めればこれ一定時間が稼げますと。逆に言えば委員長を理事会室の中にいといてもらうっていう形、もしくは出てしまったら委員会室の中に入れないっていう話、これが一番コスパが高いですという話をしたんですよね。それで廃案になるんですかって言われちゃって、えだって廃案にするっつってたやんみたいないう話なんです。まあしょうがない、しょうがないんですよ。でも廃案にするために最低限何が必要かって言ったら、少なくとも今日一日は粘って、そして明日も粘ってっていうことを重ねていく以外方法ないじゃないですか。自民党もいっぱい応援呼んできてるんだから、野党もいっぱい応援呼べばいいんですよ、衆参関わらず。だって秘書まで入ってきてるんですから、自民党なんて。それ考えたときになるほどなって、まあこれぐらいでいっかっていうもんがあるんだな、この世界にはって。まあもちろんね、それが分かってたから旗揚げしなきゃいけないと思ったんですよ。もう政治から身を引くか、それとももう一回抗うために旗を上げてややこしい人を増やすかっていう選択しかなかったんですけど、難しいところであります。言ってみればよその会社なんで、こっから先入管法に限らずなんですよ。これ入管法を皮切りに、じゃあ戦うっていう姿勢をこの最後まで貫こうよって、少なくとも廃案にするものをいくつか俺たち手に入れようぜって、みんな守ろうぜっていう話なんですけど、やっぱりそこら辺が難しいっていうか、意思の統一っていうかね。それを考えたときに、今回私の懲罰っていう部分に対して立憲民主党も乗ってくれるみたいなんで、だからいいんですよ。それは価値観の問題で、考え方の問題なんで、それはもう正々堂々とやればいいんです。それに対して何かしら変化してもらうというよりかは、彼らが考えている通りの振る舞いをすればいいと思ってる。それを受けて立つということでいいと思うんですね。まあそんなところです。ありがとうございます。無事かってことですけど、無事です。ありがとうございます。例えばですけど、こういうことがあったそうです。例えばね、民主党の時ガソリン値下げたいっていうのがあって、衆議院議員の議員運営委員長、要は国会を本会議どう開くかとか、委員会をどういうふうに開いていくかってことを話すのが議員運営委員会なんですけど、衆議院の議員運営委員会の委員長とか、あと衆議院の議長を国会の部屋に幽閉してるっていうことがあるんですよ。すごくないですか。だからこれぐらい気合い入れろよってことなんですよ。いやもうそりゃそうですよ。入管法はもうお前マイナンバーを犠牲にして、ある意味で国民を撃った上で入管法の、委員長の解任という部分で受け取ったんだろお前らって。だとしたらその受け取ったもので本気で戦えよって。それから通っていくような、皆さんの負担が増えていくようなものにもとことんこれ戦うべきなんじゃないの。だって昔やってるやんって。すごくないですか。例えばですけども、法案採決のための衆院本会議の日程を協議中の議運の理事会室に乱入、うち数十人が内側からドアを閉鎖し封鎖し、開会を決める笹川氏らを監禁した。すごいですよ。まもなく A 氏が強制排除を始めると最後通告した刹那、笹川氏は国会本館2階に位置する理事会室の窓から飛び出し、ベランダを伝って隣室に脱走みたいな。
燃えてますね国会がみたいな話ですよ。すごいですよ。この日ガソリン値下げ隊が狙ったのは別の日ですね、衆院本会議の開会を宣言する河野議長の監禁だ。隊員は議員の議長控室や議長応接室のドアに数人ずつ陣取り、河野氏の出入りを封鎖、物理的に本会議を開会できないよう実力行使した。すごいじゃないですか。だから何かって言ったら、やっぱりこれは絶対に追い詰めて自分たちが政権取るぞっていう気迫なんですよ。絶対にこれ下げさせるぞ、みんなの負担を下げさせるぞとか、許さないぞっていう気迫なんですよ。数が多い時にはできたけど、数が少なくなったらやらないって、なんだよそれ。まあさまざまね、ほら強行採決はやめろ、ありえないみたいなね、すごいですね。もういろんな暴力が、いろんなものがね、あ、いや、まあすごいですね。まあこれ皆さんご存知の人間鎌倉みたいなものをここで作ってるわけですよね。はい。あ、これ違うわ、衆議院のやつやな。参議院のやつなんてもうひどかったですよね、2015年の時。本当にもう肉弾戦とはあのことだということで、もう思いっきりパンチ食らってましたもんね、小西さんとかね。はい、というわけでごめんなさい、そんな感じです。ありがとうございます。